お、ターゲット発見。ターゲットがね、あ、要はジャスコみたいなもんなんよ。私、軍神っぽい喋り方した。なんとかないよって軍神の口癖だよね。お、いいね。ディープディッシュピザ、シカゴ。シカゴ風ディープディッシュピザの店。いろいろあるな。京都ラーメン。すごいデンジャーな、デンジャーなのキーワード。チポットレ。セッパで世界的に有名なワールドフェイマス。メーカー氏よく使えばワールドフェイマス。世界的に有名な。嬉しい。ディープディッシュだ、本当だ。ターゲットにしたかった。やったぜ。というか、酒らしい酒がワインしか売ってないんだけど。これウイスキーと炭酸水さえあれば生きていけるんよ。あっちかな。ウイスキーと炭酸水だけ探さないと。死んでる。というか、何でもあるんだ。酒もあるし。まあやっぱりワインは安いやつしかないんだけど。サラ、うん。水と酒。チーズ的なやつも仕入れるか。じゃあ酒が微妙だったのか。そこにワインがね。まあ基本的にターゲットさえあれば生きていけるんだ。何これ、バター、ブレッド&バターじゃなくてバター。た見たことねえタイプのワインばっかだな。怖いわ。俺はもう冒険でね、この国ほんとまずい酒、ゲロまずだからね。予測はヨーロッパとの違いないよ。食べ物がまずいやつほんと地獄だからな。やった、ウイスキーでも炭酸水もスタバだった。ちょっと、健全すぎひん？こちら酒を買うためにわざわざパスポートまで持ってきてるのにさ。どうなの？電気通し。おう、オキラス。オキラスって、ね、まだ、モンシロ電子ノート。ウォータープルーフ、金土みたい。で、子供用の Kindle ってあるんだ。あ、ここが、ね、立つの。エンチャントムーンやんけ。うん。ビールしかで。ビールが飲めないからな。返してる。来ちゃうんだ。ビールかなんか松戸の味しかねえのか。なんかもう、もはや多少高くても。テキサススタイルバーベキュー、ボーリング場がある。すごいね。ちょっとターゲットではウイスキー売ってなかったんで炭酸と水だけ買いました。で、一回こうホテルに荷物置いて、近くのリカーショップでもうちょっとマシな酒を調達したいと思います。